はい、皆さんこんにちは、ワナリギルフィッシュです。では今回はギルネボーセガサタン版ネオジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。シャーコとキャスバルがネオジオンを立ち上げて、ギレンのジオン軍とレヴィルの地球連邦軍に対して戦線を布告、戦争状態に突入したというところからのスタートになります。で、前回はですね、そんな中ジオン軍の本拠地サイド3に攻め込んで、これを陥落させることができました。ビグザムはじめモビルアーマー部隊強力だったんですけども、格好撃破することで攻略完了しています。これによってジオン軍が滅んでですね、例えばアーバオアクーなんかは中立地帯になっています。なのでこれらの中立地帯占領を進めていきたいなと思うんですけども、アーバオアクーに侵入したところで局地戦が特に始まらずですね、占領ができない状態に今なっているようなので、まずはソロモンの攻略を先に行おうかなと思っています。こちらですね、連邦軍の拠点になっているソロモン。さらに地球上もね、まだ連邦軍も手薄な状態なので、早めに地球に降下できる環境を作りたいなということで、 HLV を今衛星軌道上に向かわせています。これの護衛としてドレンのねファルメルを随伴させているというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。アーバーオアクーはスルーせざるを得ないので、ソロモンに、全部隊向かいます。本当だったらね、お金と資源と一気に収入が増えるアーバーオアクーの占領は不可欠だと思うんですが、局地戦に発展せず占領もできないという状態なので、先に手薄なソロモンを叩いてしまうという作戦ですね。連邦軍の動きなんですけども、ボールを大きく大きくサイド6、サイド2を迂回させてグラナダに迫ってくる気配があるので、どっかに重しを置いておこうかなということで、このサイド2を占領してここに拠点を作っちゃいましょう。ここにビッグドームを、ちょっともったいないですけど3機配置して、ルナ2から大きく迂回してグラナダを狙ってくる部隊を食い止める、そういう役割をね、このスレンダーにお願いしましょう。最序盤で死んでいったはずのスレンダーに活躍のね機会を持ってもらいたいというふうに思います。ではちょっと残念ながらエルメスだけもうアーバーワークの中に入ってしまって、脱出することもできないという謎の現象に陥っているんですけども、このエルメスを回収できれば大きな戦力になるんですが、せめてクスコのエルメスだけでもうまく使って、ソロモンの攻略戦に向かっていきたいと思います。本当だったら本当にこのアーバーワークをね、占領して、補給ラインもつなげて、動きが良くなるようにできれば一番良かったんですけどね。特別作戦か何かを発動しないと確かに拠点には侵入できない仕様になっているとは思うんですが、拠点自体にはね、もう侵入できてるんですよね。拠点には侵入できているが、局地戦が行われないという、ちょっとよくわからない状態ですね。サイド5、いわゆるルームの中域って言ったらいいのかな。ここにはですね、連邦軍が部隊を送ってきている気配があるので、これをうまく迎撃していきたいと思います。ここもね、よって、少し補給に、心配が残るっていう状態ですね。モビルスーツの技術レベル8完了したので、この次のターンでドムの開発が提案されると思います。ドムは地球上での戦いに必須になるモビルスーツなので、最優先で開発を進めていきましょう。さらにだ、これを見るとどうだ、連邦軍もサイド5に艦隊を集結させてきてますね。このサイド5での戦いはドレンに任せるしかないので、
どれに一任して、なんとか切り抜けてもらいましょう。まずはここにいるジャミトフのマゼラン、これを撃沈したいですよね。なんとかマゼランの撃沈を狙っていきます。ここはジャミトフのマゼラン撃沈できたら大きいな。よし、これが貴様の力。これでまず一石撃沈です。このままこの中域を制覇したら、サイド5方面から衛星軌道上に向かうもよし、ソロモンに向かうもよしということで選択肢が増えますね。まあ、戦略考える場合、もちろん戦術もそうですが、選択肢が多ければ多いほどいいですからね。開発部より新しい開発プランが提案されました。これがドムの開発プランになると思います。早速ドムの開発は行っていきましょう。お金が3000か。ドムの開発確か3000だったと思うので、ギリギリ開発スタートできますね。地球上での戦いはドム、これを量産して戦っていきましょう。さあドレンです。サイド5での連邦軍との戦闘です。ジムのプロトタイプ、あとボールが2ですね。まあボールはこの際あまり気にする必要はないと思うので、連邦軍の場合この時点だとジムと、あとはマゼラ、サラミス、こういった戦艦相手に戦うことが多くなると思います。で我々の方は今ザンジバルとペガサス級のホワイトベースとペガサス、合計3隻の戦艦、まあ、巡洋艦使ってソロモンに向かってるんですけど、ペガサス級の場合だと艦首がどうなんだろうな、強襲揚陸艦みたいなあの種別になっているということもあって、よし、拠点の制圧がねできるので、制圧しながら進められるっていうのは大きいですね。おお、ドレンがだいぶ削られたな。ジムに、あのジムはパイロットが乗ってるかもしれない。確認しましょう。エースが乗ってる場合にはね、お願いします。こちらもエースをぶつけて確実に潰していきたいと思います。ではブライト未来さんのペガサス級で今お話していたように制圧をしながら進んでいきます。まあ、数は決して多くはないと思うので、ソロモンの守備隊は防御が固まる前にできればね、一気にソロモンを我が物としておきたいなと。あとリックドーム1をもう一回ぐらい、あーバオワクーに侵入させてみる。でもね、侵入させたところで局地戦にならないんですよね。これ中立地点だからなのかな。よくよく確認は必要かなとは思いますが、アマゾンプライム僕入ってるんで、あのファーストガンダムも少し見直してたんですけど、ちょうどタイミング悪くアマゾンプライムの対象から外れてしまって、第3話ぐらいで見れなくなってしまいましたね。 Hulu の方では確か見れたと思うので、 Hulu の方で続きは見ようかなと思うんですけど、まあ、徐々にアマゾンプライムがあの開始された当時よりもコンテンツが流出しちゃってる感じがしますね。あの動画の配信サービスが、まあ、Hulu であったり Netflix であったりとか、まあ、いろいろ多様化されてきている中で、 Amazon プライムからの流出っていうのがね、すごく多くなってるなっていう印象がありますね。まあ、ディズニー系であればディズニープラスとかね、本当に選べるサイトが増えたというのはあるんですけど、その分一個一個がね、コンテンツが薄くなってきているっていう、まあ、あくまでも僕の個人的な感想印象ですけど、それによって複数入らないと自分が見たいコンテンツを全部網羅できないなんていうね、そういう、まあ、状況にも今なってるのかななんてね思うんですよね。ではサイド2の制圧進めていきます。これでまた
収入が少しですけど増えてくれるんじゃないかなっていうね期待です。で、一方心配なのがこっちなんですよね。どうなっちゃってんのかなっていうアーバーワーク。かわいそうだが命令違反を犯すわけにはいかないからな。デニムが無双してるなぁと思ったら、そのデニムが、よくもこの俺デニムがやられたな。デニムはリックドムに乗ってましたけどね、撃破されましたね。今の敵はジムキャノンとかいたので、まあ、リックドムだと、まあ、戦力的に完全に優位に立ってるかというとね、そうでもなかったんでしょうね。あとはヒロードとか、まあ、そういうのも影響してくるとは思うので、まあ、少し油断があったのかなと。まあ、リックドムはこの後グラナダで生産して再びデニムに与えましょう。このジムキャノンの前に高機動型ザクだと撃破される可能性あるからな。一度防御してなんとか持ちこたえてもらいましょう。まずサイド5デニムが撃破されましたが、無事にこの中域の確保ができましたので、回復を図った後ですね、ドレンの艦隊はそうだな、やっぱり衛星軌道上に向かっていきましょうか。とはいえボールが来るな。このボールをどう始末するかというのはありますけど、今だったら護衛なくても HLV が衛星軌道上まで到達できるかもしれないので、このままアフリカキリマンジャロもしくはオーストラリアトリトン基地のいずれかの方に降下していきましょう。そこでうまく制圧ができれば大きいかな。エルメスの侵入もできるし、このターンでもソロモンに侵入します。ソロモンはさすがに連邦軍の拠点になっているので、拠点戦になるんじゃないかな、局地戦になるんじゃないかなと思うんですけどね。本当によくわからない謎仕様なんですよね。アーバーワクーが局地戦にならないという、このまま行くとララーの貴重な貴重な、それこそもう虎の子と言っていい、このエルメスが使えないんですよね。もう出ることもできないし、局地戦を戦うこともできないしっていうね、本当によくわからない。これ多分バグなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、もう嘆いていても仕方がないので、ソロモンはちゃんと局地戦が始まりました。戦闘を開始します。敵の部隊少ないですね。ボールとジムだけのように見えますので、ここはもうエルメスとシャアの G3 ガンダムうまく使って制圧を進めていきます。まあ、懸念点としてはクスコのエルメスが、まあ、ザンジャバルもそうですけど、エネルギーがね不足している状態になってるので、ちゃんと防衛拠点を確保してそこでエネルギーを補充、戦ってもらう必要があるかなとは思います。で、この後ソロモンがうまく取れたら衛星軌道上の防衛が一つと、あとルナ2の方で戦いの軸を移していくっていうのも、まあ、手としてはあると思うので、そこもうまく考えて戦っていければいいかなというふうには思います。では部隊発進させていきます。ザンジバルがエネルギー切れを起こし、そしてエルメスもエネルギー切れを起こしそうな、この状況というのはもう一つにも二つにも アーバーハクード拠点戦が発生しないことに全てかかっていると言っても過言ではないんですけどね。まあ、まずエルメスで攻撃しちゃいましょう。もうエルメス次のターンはエネルギー切れで攻撃ができないっていうね状態になりますけど、削れるときに削っておいて、ホワイトベースが今拠点の上に陣取ってくれてるので、
次のターンでホワイトベースをどかしてそこにエルメスを置いて、エルメスが常にエネルギーの供給を受けながら敵を攻撃できる状態というのを作っていきたいと思います。ここにガンダムがいましたね。パイロットは乗っていませんけども、ハイパーバズーカを持ったガンダムがいるので、このガンダムは遠くから攻撃して削っておきます。でその上でとどめをね、どっかのタイミングでデデンと刺していきましょう。地球の重力に惹かれた魂を解放しなければならんのだ。キャスバルの G3 ガンダムとパイロットなしのガンダムですね。まあ、アムロは残念ながらキャスバルのネオジオに参加はしてくれていないので、まあ、どこにいるのか不明ですけど。これがシャアキャスバルの乗る G3 ガンダム、まあ、あえてガンダムに格闘に行かないのはガンダムが後列にいるからですね。敵のユニット残り3ですね。U の乗るガンキャノン、パイロットなしのガンダム、それとボールという敵の内容になってます。これを撃破すればここの占領完了ですね。しかもどうやら今回敵は3スタックしたので、四方八方から袋叩きにして全部倒していっちゃいましょう。ダメージを負った人たちは撃破されたくないので回収します。いや、ガンキャノンとガンダムパイロットなしでも硬いですね。まあ、ガンキャノンの方にはね、U が乗ってましたけど、まあ、さすがに硬い硬い。これ場合によってはどうなんだろうな、 G3 ガンダムの部隊だけ近接攻撃にして残りは遠距離攻撃にした方が結果的にシャアの攻撃回数が増えていいかもしれないですね。ソロモンの攻略戦は次のターンに持ち越しです。いや、本当にさ、このアーバンワクーが意味不明なことになってるんで、部隊を送り込むにもちょっと微妙だから、どうせ微妙な位置にいるんだったらサイド3よりもグラナダの方がまだ生産が向いてるかもしれないですね。生産した後に部隊を送り届けるのに、ここでザンチバル作ってみましょうか。もう一石、ザンジバルと、あとまあ資源とお金多少の余裕はあるので、残りはソロモンで生産しましょう。ソロモンはこのターンで生産できる状態に、つまり制圧が完了するんじゃないかなと思いますので、お金と資源温存してソロモンでの生産に切り替えていきたいと思います。うん、衛星軌道上に敵の部隊湧いてきたな。となるとやっぱり護衛が必要だよね。ではソロモンの戦いの続きです。今回はもうキャスバルの G3 ガンダムを持っていったので、ここで格闘が入って撃破完了。これがダメージ効率としては一番いい戦い方でしたね。ソロモンの攻略完了です。これでアーバーワクーも占領したことになってくれないかな。本当にアーバーワクーの状態がわからないんですよね。何にも起きないんですよこれ。今ここに侵入している部隊としてはエルメス、まあララーですよね。あとリックドムで、ララーはもう解任することもできないし、部隊を外に出すこともできないって本当謎の状態です。まあ、それは、まあ、バグだと割り切って、ソロモンのね、次をちょっと見据えていきましょう。ソロモンの次ですが、サイド4を経由してルナ2の攻略を視野に入れます。サーラーに
間に合えばアフリカに部隊を降下させてアフリカキリマンジャロ基地の、ね、制圧を進めていきたいと思います。では今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。もしねアーバーワクーの今の状態どうなってるのか分かる方いらっしゃったら、ぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方までねアドバイスいただけるとすごく助かります。では今回はここまでにさせていただきます。